れ様です。アイス。なんすか完成っすか？もう完成っすか？はいえ、いや、マジっすか？もうついに入っていいんすか？おはようございます、フォルテです。なんでこんなに僕がテンション高いかと言いますと、前回、前々回ぐらいかな、僕、弟にピアノを塗られちゃいましたドッキリの動画出したと思うんですけども、これでピンク色にされました。ピアノ、クルルのこのピアノからね。それが下地だそうなんですけども、これからその下地に色を塗っていくっていうことで、ちょっと1ヶ月ぐらい制作かかると言われてたんですよ。で、その間その部屋に入ったらいけないっていう約束だったので、僕ずっと我慢してました。で、今ちょうど2週間ぐらい経って、ついに完成したそうなんですよ。どのくらい辛かったかと言いますと、まあ1日プロテイン飲まされんぐらい辛かったんです。それを今日ついに、翔さんが完成したと報告があり、見に行けるっていうことで、どんなピアノだと思う？ピンク色のピアノがどんなピアノになると思う？俺はわからん。行っちゃいますか？行っちゃいますか？行っちゃいますか？それでは、行ってきまっちょ！はい、到着しまっちょ！はい。ってことでね、皆さん覚えてますか？この扉。弟に鍵をかけられた扉です。ついに解禁日になりました。ここを開ければ、もう新しいピアノがあるそうです。今までのピアノがこれで、そしてピンクにされ、次はどうなるのか、楽しみですね。それでは、このピアノにご対面できるのが、実に2週間ぶり。いやー、ものすごく楽しみですね。それでは、行ってみたいと思いまっちょ。強く持てよね。ああもう、やべえ、やべえ。やべえぞ、これ。ちょっと、見たいっすか？見たいっすか？やべえよ、これマジでほんまに衝撃を走る。もう多分、日本のピアノ業界を僕は変える。さあ、どうぞ！見てくれ、このピアノ！やばないか？翔さんです。顔映すなよ。翔さんです。ありがとう、超。はい。見てください、みんな。この、椅子まで書いてるやん。椅子まで書いてます。足元もしっかり。待って、さらにうわ、中は、全然またデザインが違うとか、こう今までの外のデザインよりもかなり濃くめになってるのね。濃くめ？濃ゆめになってるね。よっしゃー。やべえな、すげえな。みんな見て、ここ。ここ見てほしい。すごないこれ。すごない？じゃあちょっと一回回ろう。うわ、ここもまた綺麗。見てくれ。これはすげえぞ。めっちゃ綺麗なブルーやな。これ小ブルーっていうかな。翔さんのブルー。今勝手につけた。すげえな。全然想像できんかったわ、これは。まあね、翔さんは本当にマジのプロの画家やけんね、本当は。僕が本当にお願いしてイラストとか描いてもらってただけだけど。うわ、この青色めっちゃ好き。どうみんなこの青色。この上見て、これ、ここ。すごない？すごいよね。やばない？やべえ、これは。これはやべえぞ。これは綺麗。こっち結構明るい感じやな。お、すげえ、全然違うか。なんだこれ。やべえぞ、これ。マジで。ちょっとこっちはグロテスクな感じでね、ちょっと悲しい感じで、またなんかそのプロポイフェスだったり、ちょっと悲しい曲、単調な曲だったりが合うかもしれんね。これ曲によって使い分けたりとかもできるっていう、さすが翔さんやな。そうそう、ここが気になるんじゃない？開けたらどうなってんのか。ちょっと開けちゃっていいかな。開けちゃいますよ。開けちゃいますよ。3、2、1、ヒュー！おー、すげ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 ー。これもまたアートですね。俺マジでこれ世界で一台のピアノほんまに作っちゃったよね。ありがたいね。うちの家族と弟にドッキリ仕掛けてくれたことを感謝しないといけない。そして僕の絶大なる信頼を得てる翔さんに書いてもらったことは本当にね、この上ない幸せだ。じゃあ、ついにここ開けちゃっていいかな？開けちゃうよ。ちょっと開けるよ、マジで。ちょっとね、我慢できん。3、2、1、うわ、すげえ、この青。また綺麗やな。これほんまに世界に一台やで。これやばない、マジで。これほんまにすげえで。すっげえな。よっしゃ。じゃあ、この蓋開けてみたいと思います。こちらに来てください。こっからガーって見てくれ。いくよ。開けるで。3、2、1、GO！ よいしょ。すげえ、すげえな。わかるかこの色。光当てようか。どうじゃ。わ、すげえ、すごない？これほんまにすげえよな。見てくれ、ここもちゃんと棒にもちゃんと色を塗って、新しいさまざまな色が塗られてる。これはすげえな。これはすげえ。なんだあれは、気になるな。あれはなんだ、絆創膏やないかい。なんで絆創膏がこんなとこにあったの？絆創膏やないかい。絆創膏があってしまった。ダメやな。よし、見てくれみんな。もう一度このライト当てて、美しいやろ。じゃあ譜面台、譜面台を見てくれ。すっげえ綺麗やで。これ裏どうなったのか見ようかな。いくよ、3、2、1、GO！ うわ、すげえ。これはすげえぞ。すげえな。もうすげえしか出んな。やっぱさすがやな。俺の翔さんさすがやわ。みんな、このピアノどうじゃ。ほんまにやべえか、やべないか。さすがに、さすがにこのピアノはすごない？何が言いたいかというと、俺もものすげえ嬉しい。やべえよ、この嬉しさほんまに半端ねえよ。グランドピアノ DIY やで。新しくね。やべえな。みんな想像できたか？前回のピンクにされたピアノから五感がおしゃれなピアノになるとは誰が想像した？全く想像してなかったんだよ。めちゃくちゃ嬉しい。俺正直ピンクした時マジかよ翔さんとか思った。まあ綺麗なピンクやよ、正直分かる。メルヘンだし。でもね、俺には合わねえと思った。で翔さんさすがにピンクメインになるかなとかすげえ心配してたんだけど、2週間ぶりにピアノ見て確信に変わった。やっぱ翔さんすげえ。マジで嬉しい。ありがとうございます。やべえなこれ。これからね、多分たくさんの曲を、まあ、またピアノ練習していくんだけど、このピアノをメインで多分収録していこうかなって考えてる。まあね、それによって今までないその新しいピアノの見せ方ができるんじゃないかなと思ってるから、まあ、これからもエンターテイナーピアニストとしてやっていくから、皆さんたくさんチェックよろしくお願いします。でね、やっぱりね、芸術っていうものはね、いろんな捉え方があると思うから、人によってはピアノにこんなこと塗るの冒涜だとかいう方もいると思うんですけど、俺は、まあ、自分のピアノを弾くために塗ってもらって、ものすごくモチベが上がってる。もう冗談とか演技とかじゃなくて、マジで嬉しい。だって俺の絶大なる信頼を受ける方やけどね。そして僕はかなりこのデザインを本当に今見て気に入った。大好き、ほんまに大好き。これでこれからもピアノ弾いてモチベをガンガン上げてやっていこうと思ってる。みんなどっちがいい？今さっきのままのピアノでどんどんモチベが下がってどんどん方向性になるパターンか、これからも頑張ってピアノでさらにモチベを火つけちゃった、このピアノで僕暴走しますみたいな感じの方がいいでしょ。だから今回良かったんだよ。だからね、ぜひ2代目も実現させたいけどね、みんなのいいコメント待ってる。頼むよ。はい、おはようございます。フォルテです。翔さんです。ちょっと今回このピアノを描いてもらったんですけど、このピアノにそのどこが例えば何をイメージしたかとか、ちょっとね聞いていきたいなと思いました。やっぱ音楽ということでショパンといろいろ考えていくと、やっぱ愛のイメージなんで、まあ愛をイメージして今回のピアノを描きました。愛、ひしひしと伝わりますね。すいません。僕でも言語がね、確実に2代目を僕は実現させたいので、みんなめちゃくちゃいいコメント評価待ってるよ。2代目実現しようじゃねえか。みんなのコメント欄絶対いいの来るけんな。嘘です。お願いいたします。ぜひともいい評価お願いいたします。ここまで見てくれてありがとうございます。チャンネル登録拡散お願いします。やべえな、これはテンション上がる。ちょっともうエンディング歌うわ。うん、あれ、見てくれてありがとうね。よければちょっともう押して。ちょっとピアノは良くなったけど歌は下手やったな。それではグッバイ。見てくれてありがとうね。よければグッドも押してて、なんならチャンネル登録して